警視庁、捜査一課十一係シリーズ随章の鼓動、随章の鼓動警視庁、捜査一課十一係は、朝、三和氏による推理小説。ひさら東子と彼女が所属する、警視庁、捜査一課十一係の刑事たちを主人公とした、警察小説シリーズ、警視庁、捜査一課十一係の第三作目として、講談社ノベルスより二千十二年五月九日に、 刊行された。水晶の鼓動警視庁殺人分析班と解題し、後段者文庫より2014年5月15日に文庫化されている。水晶の鼓動殺人分析班と題しては奪う,う,う、連続ドラマ W 枠で殺人分析班シリーズ第2弾としてテレビドラマ化され、2016年11月から12月に放送された。9月26日。 江東区木場6丁目にある2階建ての民家で男性の変死体が発見され、当子らは捜査を開始する。室内は至るところにラッカーが塗布され、真っ赤に染まっていた。続いて、有楽町付近にある政府広報センター、JR 品川駅付近にあるスターライトホテル、本郷にある東都大学などで爆破事件が起きる。やがて犯行声明が出される。 さらにその後、杉並区西尾木北4丁目の民家で殺人事件が発生する。水晶の鼓動殺人分析班のタイトルで、ワウワウ、連続ドラマ W 枠で殺人分析班シリーズ第2弾として、テレビドラマ化され、2016年11月13日から12月11日にかけて、前後回で放送された。主演は、木村彩乃。 水晶の鼓動推理小説文学、小説書籍講談社。講談社。2015年12月1日閲覧。木村彩乃、両期殺人事件に、再び挑むワウワウ、水晶の鼓動をドラマ化、オラカイスタイル刑事、木村彩乃が帰ってくる。ワウワウ、水晶の鼓動、殺人分析班、11.13スタート、スポーツ放置水晶の鼓動殺人分析班に関する。 カテゴリー、ありがとうございます。